ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は野村古道作ゼニガタ平次鳥物控えより殿様要昭和32年オール読み物1957年ゼニガタ平次鳥物全集第25巻青空文庫未収録 それでは本文をどうぞ殿様要第一章銭形平次は喫水の江戸の職人でした三代前から御用聞きはしておりますが未だに借金に追いまくられて気の滅いるほど家賃をため女房の惜しずに 綿の入った腫れ着を一枚買ってやる工面もつかなかったのですでも親伝来の潔癖で宝探しと夫婦げんかの仲裁は嫌いでしたそいつは放っておいてもどうにかなると思っていたのですおみの御用の暇な時は名人下の磨き抜いたうちにこもってび拍しを読んだりぜそうを送ったり尻から煙の出るほど 粉だらけになったタバコを吸ったりしております。ごめんくださいよ。銭形平治の親分さんはこちらでしょうか？丁寧な腰の低い町人風な言葉です。江戸は正月が済んだばかり。往来からはタコのうなりも追い。羽根の音も聞こえます。おっ、ええ、しゃ平治でございますが、どんな御用で平治はいながらにして着せるを伸ばし。 六条坊の小倉坊を開けました。お師匠はお勝手に引っ込んで貧しい朝飯の支度をしている様子です。小倉坊を開けると朝の日がいっぱいに入ってどこかで梅の葉きがにわっております。かけ違ってお目にかかりませんが私は白夜町の大泉伝右衛門の番頭で和介と申します。そらご大臣のご指揮人で。 とんだ失礼を申しましまた。平次は膝小僧をそろえてかしこまりました大泉伝右衛門というのは町人ながら諸家の御用達で巨万の富を積んだ格式のある家だったのですその番頭の和助が明人下までやってくるのはただ事とではありません主人が表沙汰にするのを嫌いますが二代にわたる奉公人の私は そのままで過ごしても参りません。お願いでございますが、これをどうぞとことんまでお調べくださって、もっちゃまを探し出してくださいませんでしょうか。これが私の一生をかけてのお願いでございます。和すは五十前後の分別者ですが、折り入った姿で六畳の敷居内にいざり込みました。初代名の留水を手こずらした、表情のない星固めたような男です。 こんなのがかえって思いもよらぬ劇場を渦み火のように一生持ち続けるしたたかものでしょう。満筋まがいのつむぎ、山のいった帯、頭のはげ上がった典型的な商人です。いきなりそうおっしゃっちゃあありません。どんなことがあったのか順序を立ててはっきりおっしゃってください。ゼニガタ平次は膝をすすめました。こういっ た大棚の隠れた家庭の中には思わぬ大きな秘密が潜んでいることをよく知っていたのです主人の大泉家が二代にわたって思わぬ大金を取り入れ御用達しじでも江戸で未番とはくだらぬ大武言になったことは私が申すまでもなくご承知でございましょう徳川幕府の初め頃加藤 しまうたはじめ、あが、内藤の鐘が離散する進化に入らず他日の復興を夢みて江戸の御用達の手に渡りあてもなく施蔵されたことは少ない数ではありません。白夜町大泉は屋号ものれんもない御用達で

大名の一人が大泉の手におびただしい黄金を残していったことも考えられます。小金ばかりではなく、大名の小福の子も一人、金目というのが大泉の子に残され、大泉の着手として育てられました。十六年も前のことです。その頃、三十代だった大泉夫妻は四十代になり、今では、 おけさという女の子まで生まれてとって八歳の板池盛でした主君の隠し子はこの時十六歳日弱い子ですが今更どうにもならず大泉蓮右衛門の着子として育ち何不自由なく成人しております元を正せば何十万石の大名の子ですが親も臣下も離散して今はどうにもなりません残るものは おびただしい。難どきん、それも大泉家を肥やすに泊まって何もかもが忘れられてしまいます。これだけの事情は世間の噂で平時も聞かないではありませんが、その問題の大泉家からあるある日本橋を越えて大番頭のバスケが来ようとは平時には思いもよりません。世間の噂で大方はご存知でございましょうが。その。 大泉家にとっては大地の僧侶かけがえのない後取り坊ちゃん金目様が三日前から行方不明になったのでございます金目様はお体も弱く文芸は愚か女の子のような方でございます主人の悪口を申してはすみませんが大泉のご主人様も世間体をはばかって探そうともなさいません思案に余って 奉公人の私が参ったような次第でございます。和すというのは、たどたどしいが、何やら重大な含みがあるようです。番頭さん、一応は分かりましたが、世間の噂やら、お話を受けたまったところじゃ、どうやら割り切れねえ含みがあるようです。あしは町の御用聞きで何を聞いても大事はございません。思い切ったことをおっしゃってくださいませんか。 おっちゃまの身元からお育ちまでいちいち調べていちゃう手間取るばかりでございます平次は早くも言葉の奥に潜む一種の含みを感じました大泉のご主人が町人になりきったのは16年前間もなくなじには男の子を産み落としましたそのお生まれになった子は二人とも早く死んで三度目のおけささまが生きております これが当年おおつ、美しいい嬢様でございます。主家の大大名が滅び先代の伝右衛門が亡くなってから大泉の若主人は繁盛するばかり16年もたって新象は3倍にも5倍にもなったでしょう僧侶の要の愛は次第に衰えてその実の女の子おけさに寵愛が集まるのですそこで

去る大大名の恩子のある要様を助けとうございます命に代えても和助はこう言い切るのでした林檎の争いも後へは引かぬ商人魂の真正直さにさすがの平次も扱いかねた様子ですそう一生懸命になると手もつけられねえ人さらいは容易に片付くもんじゃねえごっとまでございますが 私も20年間大泉家に奉公していまして、20両の黄金を貯めました。よう、ぼこも一応は片付いております。どこを使おうと誰も文句を言わない金でございます。いささかでございますが、この20両を差し上げたいと思います。いっぱいお飲みくださろうと貧乏人にばらまいてくださろうと一向仔細はございません。 ぼっちゃ王を探しの上は存分にお使い捨てて一向に差し支えはございません。紙へ包んだ小粒で二十両島の財布に載せたまま和助は恥ずかしそうに差し出すのでしたとんでもねえ番頭さんわしは見るかげもねえ御用聞きだが蝶兵衛造やシャル半分にやってる仕事じゃございません。身を切るようにして二十年間にためた二十両の金をもらっていいもんでしょうか。 堀と女出入りには口も利かねえ平次ださあ器用にしまってくださいあしは乗り出しますよ坊っちゃんを無事に探してお目にかけましょうおめえさんの忠義に免じての仕事だ一日寝転んで遊んでやろうと言った平次もこんなことからついこの事件に飛び出すことになりました親分聞いてみましたよ。 千脚を送ると、おかってから心安打てに八五郎がぬっと顔を出しました。湯たんのならねえやろだ。時々ゲタがなくなるのはおめえじゃねえか。ゲタならばと間違えちゃいけません。お客様のようだからおかってから滑り込んでそっとしていましたよ。はあれたやろだ。ところで親分は大泉の番頭の和介にくどがらしたね。 小粒で20両財布の上に載せて出したのはよかったがもってねえ親分はそれも断りましたねえ20両といや大金だあっしは七をみんな出して二三千飲み続けておばさんに小づけがやれるあきれた野郎だその上あの子が欲しがっていたかんざしが買ってやれて大福がしとさら。よさねえかあの男が二十年もかかって爪に火をとぼしてためた金だぜ ボンの上でもうけた金じゃねえでも親分は立派でしたね悔しいけれど胸がスッとしましたよ姉さんはまだ春にの工夫もつかなくって苦労しているんだいいかげんにしねえか貧乏は芸当じゃねえところでおめえは白夜町の大泉のことを知ってるだろうな平次はいよいよ本題に帰りました途方もない八五郎の想像力と 付き合っってもいられなかったのですあれは元を取り潰された大大名の家来で先代まではいばり返った武家でしたよ大大名が取り潰された時恐ろしい現金と将福の一人息子を取り受けて町人になり下がりましたその将福の子が今の伝右衛門のせがれの要です隠したつもりでも世間の噂は承知しません 田右というのは恐ろしく弱い子で伝右衛門にもカミの桂にも似ちゃいません。しべえの色子か影魔者屋の看板野郎のような子でものの役にも立ちませんが今のおけさは種違いだけに愛嬌があってそれはいい子ですよ。伝右衛門がさらわれた要探しに気が乗らねえのも無理ありません。自分の子じゃねえと分かりきっているんだから。だが主人のお年種にちげえあるめえ。 目かけの女子にちげえありませんがね。どの様族の乱林時代にはこういった不合理もあったのです。主人の種を継んで育てる平民族の心の中には思いもよらぬ反感がないとは限りません。よしわかった。世の中には板当のような忠義な人もいるよ。ともかく箱谷町まで行ってみよう。そういう兵士は板当の見せてくれた古風なまごころに。 生かされたに違いありません。第三章平時は 格屋町の大泉まで行ったことは間違いありませんせがれの要は3日前から留守で近所の噂に戸を建てようもない主人の伝右衛門はどうあろうとどんとなくざわざわしております番頭の和助は山手へ行ったそうで留守奉公人は大勢おりますが主人伝右衛門と女将の桂は助才なく店先へ顔を出します。 主人伝右衛門は四十七八の旦那衆酒太りにやや太った方目鼻立ちは丹麗で江戸の下町によくある陰銀な物腰です後ろに控えた女将は四十を越したばかり言葉少なに主人へ相づちを打ったり平次の言葉にうなずいたりしております青色の古文眉の跡が薄くなって黒い歯だけが やけに目立ちまたしなみの良い慎み深い人こんな女の人は何を考えているか平治の慶眼にも見定めがつきません「惣領の要様が三日目から家出と承りました何のお届けも役所向きへのお知らせもございませんが平治の調べは本当で無事なものでした八五郎は靴脱ぎに腰をかけて物々しくも気構えております」。 大勢の奉公人たちは「そら言わないことじゃない」と言わんばかりにこの問答に聞き耳を立てております。俺は銭形の親分せがれの行方不明のことは気にしないじゃありませんがつまらないことを申し上げると世間の評判もうるさく家の課金にもなりますので内々は伏せておきました。ももっと小僧手代から 出入りの飛びの者に頼んで調べさせておりますが遊び好きらしい総合の豊かな主人は軽い微笑を浮かべてさりげなく答えるのですお上の桂はその問答に注意を払いながら変幻節句のうちにも首をかしげておりますお知り合いやご親類でこちらから訪ねたうちはどことどこでございましょう家事長の左平さんのうち 鎧橋の木次郎さんのうち浜町のおばさんのうちそれから隣のお島さんのうちそれから飯田町の家内の里それから田右衛門も一気には数えきれませんすると靴脱ぎにいた八五郎は平時の合図で早くも飛び出しました幾人かの下っ引きを使って要の足跡を江戸中に調べるのでしょう要様は金を持って出なかったでしょうかいや 巾着に青線は入っていたかもしれませんが金というほどのものはなかったようです3日目というと正月28日月のない寒い晩でした2階の部屋から降りてきてそのまま外へ出かけると店の者が油断もしている暇に外へ飛び出したっきりあの晩は晴れておりましたが28日という月のねえ夜でした わけい人にかり物はねえが「襟まき」といったようなものは平次は改めて問いました帽子も襟まきも昔の人には習慣にない防寒具ですが懐後の弱い要が何にもかぶらずに飛び出すのはおかしいと思ったのでしょうああ、そういえば風呂敷を首に巻いて出たようですが青い風呂敷ですいつもは黒拍子や青拍子などを包む。 おかみのカツラは少し慌てた調子で言うのです。それはいつ頃のことでしょう。五つ,つ少し前。外はもう真っ暗でした。カツラは静かに答えます。日頃誘い出すようなご近いな方はありませんか。うち貴なたちでお付き合いは大嫌いでございます。遊びごとにも誘い出されるはずはありません。亡くなった着物などはありませんか。何にもなくなったものはないと思います。平時は 静かに考えました。男の子一人、富み盛えた家から無断で飛び出すというのは容易なことではありません。坊ちゃんのお部屋を覗かせていただきます。足はなんにもわかるはずはねえんですが、さあどうぞこちらへ。はしごを踏んで、おかみの桂が案内します。裏二階の四上半、子どもの部屋らしく、竹馬やらタコやら。 少しばかりのものの本やらを散らばしておりますが、その散らばり用に一つの統一があるように思われます。ささやかな手箱の中を見ましたが、中に入れたガラクタは一通り整っており、その中に子供の持ち物らしい巾着も紙入れも混じってはいません。これだけの大家に育って、小銭の必要も感じなかったのでしょう。平時は念入りにあたりを眺めて、 二階から降りました。あとは見るほどの場所もありません。主人とおかにいとまを告げて大泉の店を出ると、七八歳の男顔の女の子と十二歳の小僧とが追いバネをしております。少し力んだ男顔ですが、御所人形のような可愛らしい子で、金太郎が女に変わったような不思議な愛嬌があります。相手をしている小僧は、 鼻の下の赤い白くも頭で甘えたような口上し人の良さそうな一種の特色があります。正月も末になったのにお嬢さんにせがまれて路地の入り口で追い払いをしているのでしょう。お嬢さんでしたね。撮って八つ。お名前は平次は助催なく撮いました。八つになったの。お稽古というの。坊さんの着ている。 ありがたいけさよ。女の子はブリリとした可愛らしい顔をあげました。この目んはいなくなったんですってね。気がついたことはありませんか。なんにもない。でも見なりの悪い男の人と裏口であって時々話していたの。この辺の人じゃないわ。おけさというのはそれっきりでした。それ以上問い詰めたところで何にも知ってるわけではありません。 さんはかわったことがありませんかなんかもっているとかだれかにさそわれたとかそんなことはないわでも兄さんはずいぶんおかねをもっていたの財布なんかはちきれそうに小判というおかねをもっていた面めんどうくさくなったかおけさはそれっきり母屋の中へかけこんでしまいました小僧さんちょいっとまっつこれ。おめえさんはなんと言うんださというよ。星は十二さ それでもいいのごめんよお嬢さんの後を追って飛び込もうとするのを平次は手早く引き止めました坊ちゃんは金を持っていたんだってねこのうちの僧侶だけれど自分の身分のことを知っていたことと思うが平次は脈を引きました世間の評判で知っていたよ坊ちゃんは大泉の本当の子でないということそして時々はつまらなさそうにしてそっと愚痴をこぼしていたんだ 昔は「暗い負け」といって憎い野郎を高いくらいに押し上げて暗い負けをさせることがあったんだ俺だってあがめ立てますって大事にされてわがまま一つさせないから幸せなようなもんだが他人行儀でつまらないと本当のこのようにわがままを言ったり叱られたりもしてみたいんだってね坊ちゃんが言っていたよそれはあり得ることでした 旧主たる大大名の子としてわがままも許されずなだっこにもなれず四角几帳面に暮らすことを強いられ名前までが大人らしく要と呼ばれていたことが十六になったばかりの弱い子の要には一つの苦痛だったかもしれないのですそんなことを言って三吉も母屋の中に姿を消しました。 思ったより重大に一家を包むばかりです。第四章他に大泉家の異相郎で目之助というのがあります。自分のものですが、そろばんが達者で身持ちが悪く、商人付き合いに持ち込んで、三男坊の心安さ、大泉の番頭とも異相郎ともなったものですが、実の名は小野助という三重男。くにゃくにゃしているので、 誰言うともなく目の透けで通り女道楽を半商売にしている厄介な男です平次は会えず一応身元も調べましたが二三日前から遠方へ行って留守あとは雇い人ばかりで注目するほどの大友の黒主もなく暮れてから明神下に帰りましたその晩白夜町の大泉の家へお勝手口から 手紙を投げ込んだものがあります「粗末な藩士に無類の悪質でたった3行坊っちゃんを無事に返したかったら金を三十両日本橋の橋桁にぶら下げろ」と「それだけです」大泉の主人天右衛門とお上の桂は肝を潰しましたが人交えもせずに大番頭の和助と三人で膝を集めました。

目印のため赤い小切れに包んで水の上からでもすぐ見つけられるようにしたことは言うまでもありません。三十両の金をはしごたにぶら下げた大番頭の和助は後をも見ずに逃げ去りました。主人蓮江もんはじめお上野勝らなどはそれをじっとして待っていたのです。金のある大泉家にしてみれば三十両ばかりの金はものの数でもなかったのです。

着物の裾が塩水でひどく汚れているようです。内中の騒ぎになると、戻ったばかりの目のすけまでが飛び起きてきましたが、何度役に立つわけでもありません。 明神下の平次は町木戸の悪のを待って朝のうちに呼びつけられました日本橋まで飛び込んだ時は薄寒い朝のうち要は興奮したせいかもう目を覚ましております坊ちゃんが消されたそうですねそれはおめでて何ユンベのうちに30両の小判を日本橋へ下げたそいつは早手回しだがユンベの今朝じゃ早すぎたまあ消えてよかったが 平治は昨夜から一睡もしない大番頭の和助と掛け合います。どうもありがとう平治親分。日弱い金目は慎み深く一礼をしてそのまま引き下がろうとしました。少し背の高い方。鮮病室の細い子で眉の濃さ鼻の高さ。少し女性的ですが芝居の色子などにある青白い顔立ちです。坊ちゃん。 ちょいっと待ってください。聞いておきたいことがあります。平次は慌てて呼び止めました。斜めにポーズを作って、豊島女らしい感じがします。はい、あの、私にどこへ隠されていたんでしょう。平次は静かに問いました。変なところです。汚いところでした。ものは食べさせられましたが、物を書くことも、外へ出ることも許されなかったんです。 こっから遠いところでしょうかそれとも近いところでしょうか遠いところでした私は気を失って正気もなかったんです馬道の馬の音とか老を船の音とかそのようなものは聞こえませんでしたが私は耳を塞がれておりました耳を塞がれて待ち気ども少ないことはねえがどうして通ったんですそのの頃は地震盤の外に、 まちまちに木戸があり、やおやお七の芝居でもその木戸を開けるのに一角の苦労をしております。でも私は風呂敷をかぶされて包まれた上に抱かれておりました。坊ちゃんは少なくねえ金を持っていたはずですが、今見ると巾着は空っぽになっております。みんな取られました。相手はどんな男で怖い男でした。ひげ武者の目の大きい。 そんな仁相の男は江戸だけでも何人いるか分かりません。坊ちゃんの裾に塩水がついていたんですが、漬物の樽へ引きずったかもしれません。それ以上は平時に聞くことはありません。奥から出てきた主人の伝右衛門とお上の桂に挨拶して引き上げるほかはありません。昨日大泉家の知り合いを回ったはずの八五郎も大方調べ尽くして来ているでしょう。 第5章、それから3日経ちました。2月になると江戸の寒さも少しは衰えて、ほのかに梅も匂い、やぶうぐいすも鳴きます。平時は相変わらず貧乏臭い寒日月を楽しんでおりました。八五郎もニュースを持ってこず、まことにのどかさを持つ梅二月でした。早分、てへんない。その中へ、 八五郎が飛び込んできました。八五郎の大変も、年を越しての珍しいニュースです。どうした？八、底辺の大助だよ。文句に構えちゃいけませんよ。新馬橋の浅吉が和助をあげました。で、和助が現場で血だらけになって小判を持っていたんですって、八は少し慌てておりました。中義者の和助が御用聞きに縛られていくというのは。 用意のことではありません。おめえの話は飛いすぎるよ。誰がやられたんだ平次はせばしく着物を買い続けました。八五郎は庭の朝日を浴びながら地団田を踏んでおります。なるほど、こいつは森もね。親分が和助に感心していたんでつい釣られたんですよ。殺されたのはお嬢さんのおけさで。なんだとゆんべは闇だったでしょう。五福橋から梶橋の間へ遊びに出て踏み外して堀へ落っこったんで。 あいにく二三日の天気続きで氷も張っちゃいません。見つけの役人が気がついて引き上げた時は子供残ったからもう命もありません。その上この寒さじゃとった溜りもねえじゃありませんか。そりゃ底辺なことじゃねえか。え親分に底辺が移ったでしょ大泉の秘蔵っ子がお掘の中で死んだんだ。うん、まだ唸っちゃいけませんよ。もう一つ底辺があるんで。物惜しみをするな。早く行っちまいな。 日物町の角で目の助が殺されているんだおけさが堀へ落ちた頃ですよ干物町の路地に隠れていたところ背中から合い口で縫われたんだ死んだのか手もなく死にましたよそれをまた大泉の大番頭の和助が血だらけになって介抱していたそうで手に持っているのはあいにく山吹色の小判だ新馬橋の朝吉が朝のうちに和助をあげていったのも無理やありませんそいつは行ってみよう放っちゃおうけねえ もわり合いだ平次はそのまま日本橋へ飛びましたそれまで大泉の辺りを見張っていた八五郎は飛んだ手柄を拾ったわけですみちみち平次は聞きました下っ引きを34人使って大泉の知り合いからおばさんから里方まで調べたその様子はどうだったまだ確かな返事は聞かなかったようだがと大泉では 僧侶の要が無事に帰り三十両の損で一見落着と思っていたのでしょう平時も気にかかることがありましたが八五郎から詳しい報告も聞かずそのままに二三地は過ぎてしまったのです親分の言いつけ通り二日がか,かりてみんな歩きましたよ無駄とは思ったがこしたら足を動かすより他に仕事もありませんそれからどうしたんだ大泉の知り合いから親類 おばさんたちからおみの里方まで調べましたがへっいい気なもんで僧侶の要が見えなくなった後で誰も行っちゃいませんよ金持ちなんてもんは薄情なもんでこの目は本人は三年この方一度も顔を見せちゃいません親類もうっかり大泉のうちへ顔なんか出すと貧乏人はまた借金と間違えられるから こっちでも遠慮しているんです。大泉のせがれがいなくなった頃へ、親類どもはへとも思うもんですか。自分の暮らしの方が忙しいんで。八五郎と平治はそんなことを言いながら、白夜町に着きました。お堀からおけさの死体は引き上げられ、目のすけの以外は適当に処分されましたが、うちの中はなんとなく物々しく殺気だっております。ちょいっとごめんください。うちの中を一通り見せてもらいますが、 平次は主人の伝右衛門をはじめお上の桂に挨拶しずいっと通りました何を見るでもありませんがいきなり裏二階の要の四畳半に通ります要はどこかへ行ったらしく四畳半の中は思いのほか乱暴でした小道具やら青年らしいおもちゃやらは所狭きばかり平次はそこへどっかとあぐらをかいて 粗末な手箱を取り上げます恥、誰もいねえなよく見て俺その手箱の二重底の中に小判が隠してあるだろうと思うがそんなことをおやぶん平治は何やら小道具を出しその上火鉢に突っ立っている火箸でこじ開けました箱根細工らしい手箱は微塵に砕かれ中から出たのはならないように一枚一枚紙に包んだ小判が 1枚、2枚、全て6枚。てほっ小判じゃありませんか16になっても子供は子供だ小判などをどっから出したか知らねえがこの小判がとんだ罪を作ったのさへえおめえは気がつかねえか前にこの四畳半を見た時は子供部屋にしちゃひどく片付いていたろうこの部屋の主が外へ出る用意をしたんだ近所の衆や親類やおばさんたちへも行っていねえ 現に人をやってみたたと主人は言ったろう。みんな嘘だ主人夫婦にしちゃあの大大名のお年種の僧侶がいなくなった方がよかったんだへえ不思議な世の中ですね坊ちゃんの要は知り合いの船頭に金をやって欲に目がこれた船頭は坊ちゃんを隠したんだ30両欲しいという手紙は船頭が書いたんだこの指名を打って30両儲けりゃ船頭も文句はねえ 船に隠れていた証拠は三日目で坊ちゃんが顔を出すと裾は塩水で汚れていたあれは漬物なんかじゃねえそれに夜になると江戸の町は町木戸があり寒さもひどえんで子供じゃ遠出はできねえなるほど要が姿を隠したのは妹のおけさを殺すためだったここでおけさが殺されると下死人は分からなくなるまさか兄貴分の要の仕事とは思わねえ 一度手箱の中に隠してあった小判を出しまだ物心もつかねえおけさをだまして堀端に誘い岸から突き落としたんだおけさの体に小判があるかもしれねえげんに要がいねえ間はあの手箱に小判がなかったはずだところで要ほどの賢い男も干物町の路地でその小判を落とした要の様子が変だと思って 後をつけていった目之助はおけさが堀へ落ちたのに気を取られているうちに日をあい要にい口で刺された目之助も一名ぐらいは小判を持っているかもしれねえ地染めのい口は五福橋の下手の堀の底に落ちているよ驚いたね親分こんな子供があれでも十六だよ体は弱くっても知恵はたくましいおけさが死にゃ大泉の大神将は 僧侶の要の手へ転え落ちてくるんだ十六年間大大名の子で拝み立て祀られた子はつい無法なことも考える気になるだろうでも大番頭の和助の気の弱さあれは忠義一途の男だ要小判を貢いでやったのもあの男かもしれねえよ平次は不足らしい八五郎を促しながら黙って大泉家を引き上げましたどこにも 要の影も形もありません。「義理人情はともかくだまって人の子を育てるところに無理があるのさ」「平次が言った最後の言葉はそうでした」「スケは間もなく許されましたが要はそれっきり行方不明になりました」「殿様要」とかなんとか言って街道筋に「悪名」をうたわれたことでしょう野村古道咲く ゼニガタ平取物控えより、殿様要昭和32年オール読み物1957年銭形平治「鳥物全集第25巻より読み切り。 ありがとうございます。